皆さんこんにちは。こんにちは。行政書士の古川光です。納金啓太です。今回はこちらの啓太君からの質問に回答していきたいと思います。はい、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。で、今日は何だい？今日はですね、聞いたところによると、お行政書士と、社労士みたいな、はいはい、まあ、例えばこう2つ資格を持ってる、いわゆるこうダブルライセンスっていうんですか。あ、かっこいいね。それを持ってると、いいよっていう話をちょっと聞いたことがあって。あ、なるほど。はい、まあ、実際にこのダブルライセンスっていうのはどうなのかなっていうのをちょっと聞きたくて。なるほどね、はい、ダブルライセンスはどうなのっていうテーマで、はいはい、ではそれについて話していきましょう。お願いします。まずね、その資格をね、また取って勉強して、はいはい、ステップアップしていこう、ね、自分のできるスキルを増やしていこうという考えること自体は本当に素晴らしいことだし、取れたらやっぱり嬉しいし ね、 そうですね、すごいいいことだと思うんです。で、一般的には例えばね、資格を取るとやっていい仕事が増えるわけだよね。やっていい仕事が増えるということは、売れる商品がいっぱい増えるわけだから、ビジネス上も有利じゃないかと。いろんな相談が来て、こういう相談も来た、じゃあそれは社労士の仕事僕できます、こういう相談が来た、行政書士の仕事僕できます、司法書士のこういう仕事が来た、僕司法書士です、そういうのもできます。全部できたら強いです。強いですね。です、有利だよね、って思うじゃん、でもね、ビジネスっていう観点から言うと、必ずしもそうではないんだよね。これなんでかっていうと、ビジネスですごく大事なのって、選択と集中っていう言葉があるんですよ。この資業の資格によって得られる独占業務っていうのは、実はね、労務集約型って言われる仕事が多いんですよ。労務集約型、これ何かっていうと、人のね、手がかかる仕事、労務が伴って初めて仕事が完了する、その割合が多い仕事のことで、なるほど。つまり仕事を受ければ受けるほど、たくさん時間が取られる、っていうことなんです、っていうことを考えていくと、資格をたくさん取ったからといって、自分自身の可処分時間、いわゆる1日人は24時間、これはもうどんなにね、求めたところで絶対、ね、じゃないですか。そうですね。もう人生において絶対なんてないけど、絶対なのは1日24時間、いつか人は死ぬ、人生は1回、間違いない。これだけじゃない、その24時間っていう可処分時間は増えないわけだよ、ってことは、資格がたくさんあって、やれることが増えても時間が増えない以上はやれることって決まっちゃうわけですね、まずここが一つ、それでさっきの選択と集中なんだけど、例えばなんだけどね、啓太君がラーメン屋さんをやるとした場合、作るのはもうラーメンだけだよね、レストランをやるってなった場合、中華屋さんをやるとしたら餃子も覚えないといけない、ラーメンも覚えなきゃいけない、チャーハンも覚えなきゃいけない、ザーサイだとかね、麻婆豆腐とか、一個一個覚えなきゃいけないでしょ、覚えるのにすっごい時間かかるでしょ。そうですね、かなりかなりかかるよね、そのために仕入れる材料っていうのも、ラーメンだったら同じものをたくさん仕入れればいいけど、で同じことをずっとこうやってやればいいけど、ラーメンばっかりやってると思ったらチャーハンが来ちゃう、ザーサイが来ちゃう、麻婆豆腐来ちゃう、これ大変なんだよ。手間ですね。すっごい手間なんですじゃあ効率どれが一番いいかって言ったら、同じことをずっとやってる方が効率いいよ、当然そうだよね、それ用の知識も身についてくるし、そのノウハウも手に入るし、どん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 効率も良くなって、回転も速くなって、それに対する精度も高まっていくじゃない、たまにしか来ないチャーハンのために時間取られるってどうなのっていうことなんです、だから飲食店もできれば資本力とね、人をたくさん雇えるとか、設備もたくさん揃えるっていう資本力があるんだったら、レストランでもいいのよ、なんだけど弱者がね、いわゆるそういう資本力がない状態で、ミニマムで初めて勝つってなるには、やっぱり専門店なんだよ。なるほど。ラーメン専門店、いくら丼専門店、親子丼専門店、そこに一点集中して、そこに自分の持つ資源を全て注入するから、圧倒的に美味しい、それが低価格で用意できる、さらに作るのも業務がオペレーションがね、慣れてきて熟練してきて、どん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 早くできるようになる、わけじゃない、行政書士だったらもう行政書士に集中、社労士だったら社労士に集中、司法書士だったら司法書士に集中、した方が圧倒的に生産性は上がるわけ。光さん自身は行政書士と、もう行政書士だけ、行政書士、他に宅建とか基本情報技術者とかね、あるんだけど、始業以外で、始業以外ではない、あるんだけど、もう一点集中。そもそもなんでこっちダブルライセンスがいいよっていう話が出たんでしょうね。
やっぱり有利に見えるじゃん。僕らも仕事やってて思うんだけど、はい、いろんな相談来るのよ、はい、で例えば労務の相談とかね、うん、お客様からしたら何しでもいいから、うん、とにかく解決してよって思うわけじゃん、うん、で身近な事業にとりあえず税金のこと聞いてみる、うん、とりあえず労務のこと聞いてみる、助成金のこと聞いてみる、まあ、とりあえず近くの事業に聞くわけだよ、まあ、そんな僕もこう行政書士と社労士の違いすら分かってないですから。分かんない、それはそうなんです、はい、それは当然なんですよ、はい、でクライアント様からしてもそうなんです、はい、だからなんかそれっぽいからとりあえず相談しよう、うん、になるわけですよ、うん、で受けた時にあそれ僕の仕事じゃないな、じゃあ誰かご紹介しようってやるんだけど、はい、その時にちょっと思うわけ、はい、あこれ俺資格持ってたら、うん、この仕事も取れたんちゃうみたいなね、はい、そういう、まあ、やましいとは言わない、うん、そういうのがチラッと出るわけ、うん、もったいないな、取りこぼしてるな、うん、実際ダブルライセンスでうまくいってる人はいるっちゃいるんですか。もちろんいるんだけど、はい、やっぱりね、でもどこか一つにやっぱり寄ってるよ、はい、あなるほどね、もう一つはおまけみたいな、はいはい、ブランディングみたいなだったり、はい、まあ、たまに来たら一応できますよっていう状態になっていることが多い、はいはい、経営で考えるんだったらもうそこは切ってしまって、はい、もう集中して、はい、そこの部分はもう他に任せてしまって、はい、ってやった方が圧倒的に時間も短縮できるし、労力もね一気に圧縮できる。50%でやろうなんていうのはもうきついよきつい、きつい、はい、でさっき言ったみたいに力がついてきて、はい、資本力もついてきて人が増やせるんであれば、はいはい、可処分時間増えるじゃん、はい、これができるんであればありなの。あなるほど、スタート時からそんなことはできないってことですよ。そもそも一点集中した方がいい、うん、それは間違いなくそう、はい、で特に最初の頃は仕事も分かんないから、はい、何かこうご依頼を受けてしまったら、はい、で僕やります、何でも受けますってやると、はい、全部調べなきゃいけない、うん、一から、はい、あれこれ許認可どうだったっけな、必要書類何だったかな、うん、あれ期限は要件は、うん、ことを全部調べる、はい、で調べて申請書を実際作ってみる、うん、あれこれ何やるのかな、うん、でそれ都庁とかね、はい、役所に聞いてみる、はい、ああそうなんですね、やってみる、はい、出してみる、あダメです補正が戻ってくる、はい、あれなんてこう調べながらずっとやるわけ、はい、もうすぐ時間かかる、うん、これが慣れてくるとあ分かりました、パパ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 ピッと申請して、うん、OK ですっていうね、これができるようになるんだけども、かじって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 やると、はい、全部にその時間が毎回取られる、これねかなりきつい、はい、行政書士とはそれだけやっぱり労務は多いってことですよね、想像以上に完全に労務主義、うん、独占業務はね、はい、例えばだよ、ここにあのプロテイン、これ愛用のペットボトルありますけど、はい、こういうのを売る、インターネットで売るっていうのは、まあ、労務は伴うんだけど、労務が少ないのよ、うん、仕入れてきたものを、うん、確かに送る送る、はい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 、で仕事が増えれば増えるほどどん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 送れるじゃない、うん、こういう仕事であればいいんだけど、労務集約に関してはもう必ず手間がかかるから、うん、増やせば増やすほど生産性は下がる、はいはい、自分の可処分時間というのは決められてるから、うん、その時間の中でやっていかないといけないのに、うん、調べる時間っていうのが生まれてくると、うん、ものすごいロスが生まれる、うん、だから経営というのをシンプルに考えるとあまり良くない。まずは一つに一点集中がおすすめってことです。絶対一点集中がいいです、うん、で特に行政書士の中でも、はい、さらに絞り込んで一点集中した方がいいと僕は思っている。例えばもう建設業なら建設業、はい、医療法人なら医療法人、はいはい、もう創業融資なら創業融資、うん、っていう形で、うん、とにかく極小単位の超局地戦で、うん、これだけは自分は誰にも負けませんっていうぐらいの圧倒的なパワーをそこでつけた方が絶対にいい。それをたくさんやろうとしたら、例えばさ、ボクシングだったらこうさパンチを覚えればいいじゃない、うん、キックボクシングだったらそこに蹴りが入るじゃん、はい、総合格闘技だったらそこに寝技投げ技も入るじゃん、はい、それを最初からやるってなるとどれも中途半端になりがち、うん、どれも中途半端な人には世の中ね、うん、同業の競合他社がいっぱいいる中で、うん、中途半端な人にはなかなか仕事は回したいけども、うん、またどんな世界も共通しますね。一緒なんですよ、はい、一点集中した方がそのことに対しては圧倒的な力をつける、うん、でその分野で勝つことができるっていうことなんですね。それができてからここをとことん追求してずっと一点集中したまま拡大していくっていうのもありだけど、はい、まあ、マーケットのボリュームっていうのがあるから、うん、あまりにもね極小単位でずっとやっていくとなると、うん、マーケットがあまりないとなると、うん、成長がそこで止まっちゃう、うん、っていうことはあるんだ、うん、なんだけど最初からあれもこれも手を出そうとすると、うん、なかなかどれも一流になることは難しい、まあ、本当にそれが必要なのであれば取ればいいかなっていうぐらいと思うんですね、うん、むしろそっちがやりたいなら取った方がいい。あ、なるほどね、例えば行政書士取ったけど、はい、社労士も取ろうかな、はい、社労士がやりたいんだったら取った方がいい、うん、だったらもう行政書士をやらずに、はい、社労士を取って社労士に絞った方がいい、はいはい、し行政書士を取って次司法書士を取ろうっていう人もいるわけ、うん、結構多いわけ、うん、司法書士がやりたいんだったら受けるべきだし、うん、
行政書士もやってついでに登記もやれるようになりたいなっていうぐらいのもし感覚ならば、うん、または行政書士の仕事が全然取れないと、うん、だから他の資格だったら取れるかもなって思ってるんだったらやめた方がいい、うん、例えば司法書士の資格取るのにも、はい、やっぱり4000時間5000時間時間かかるわけだよ、はい、社労士だってやっぱり1000時間とかかかるわけだよ、はいはい、ここに対する労力とそのビジネス的な観点で言うとね、うん、そこにそれだけの費用対効果あるかっていうと、うん、僕はないなと思っちゃう、うん、分かりました。この資格だから食えない、この資格だったら食えるっていうのは絶対に幻想なんだ、うん、自分自身でマーケティングと営業ができる人はどの資格でも食えるから、うん、極論人によるということですね。その通り。逆に言うとそれができないとどの資格でも苦労する、うん、資格があればなんとかなるっていう幻想はちょっとリスクかもしれないね、うん、分かりました。いいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこちらのケイタ君からの質問で、ダブルライセンスってどうなのというテーマでお話ししました。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。 Twitter、Instagram でも情報発信しておりますので、ぜひ概要欄からフォローお待ちしております。お願いします。質問ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。